いつらどうすんべ。ぶっ倒すしかねえや。喧嘩ケンプは俺らが本筋なんだよ。関ヶ原で日本は変わった。今また変わろうとしてる。偉人を切るな。今日に登れ。変革のど真ん中で剣に生きろ。京都守護職は京都を統括する新たな役職です。京都守護職。あいつ殿、受けてくだされ。王城の護衛者となってほしい。合図は京の都を行く様に死ぬ覚悟で行こう。もはや言うべきことはそれしかない。幕府が京へ登る浪士団を集めるそうです。ぜひとも応募して日頃の鬱憤を晴らそうではないか。今回の帳簿は僕や藤堂君と同門の清川八郎先生の発案で幕府が動いた。おかしな話ではない。そろそろ京に繰り出す頃合いじゃねえか。俺は桜田門外で死ぬはずだった。脅し、殺し、いろいろやったからな。斎藤君来たか。また仲間にしてください。信徒を作ろう。9人しかいねえ。芹沢家も引き入れる。信徒結成の願いを芹沢を通じて京都守護職に働きかける。俺たちは役職にありついた。芹沢家も近藤勇以下14名は京都守護職預かりの身分浪士とする。会津藩と心合わせ王城の警護に一層励め。一番上の局長は芹沢近藤に、あらら、土方さんが入ってない。意外だな。俺と山並さんは副長だ。あんた方は時代に選ばれたんや。新しい指導を選びなはれ。つまり新選組、ストンと腑に落ちました。罪あるは切る、タイの名を汚す者は切る。それが新選組だ。俺がタイの名を汚したらどうする。近藤さん、あんた新選組てっぺんの顔だ。天下の武士の鏡であってくれ。分かったよ。本日松平かたまり公より直々に大気を授与された。誠の旗のもと大公儀の意図をもって不老を一掃し、朝廷のご請願をお守りせよとのお言葉も賜った。王城の王子公子が新選組の戦場であると心得られたい。おお、皆騎士二手に分かれる。生き手を目指す。おお、今天下安寧のため政権を捨つ、捨てる。私新選組を頼む。姉さん